カリ・ユガは、インド哲学において循環すると考えられている4つのユガのうち、最後の段階である。他の3つはサティア・ユガ、トレーター・ユガ、そしてドバーパラ・ユガである。スーリヤ・シターンタによるヒンドゥー歴や仏滅起源といった記念法の基礎となっている天文学の論文によれば、カリ・ユガはユリウス暦では紀元前3102年2月18日午前0時よりグレゴリオ暦を過去に適用すれば、紀元前3102年1月23日より始まった。また、この日付はクリシュナが地球を離れ、自身の住処へ帰った日であると多くのヒンドゥー教徒によって考えられている。ヒンドゥー教典を解釈する者のほとんどは、この世界は現在カリユガの中にあると考えている。スワミスリ・ユクテスワギリやパラマハンサ・ヨガナンダのように、現在はドバーパラユガの始まりに近いと考えている者もいる。カリユガは43万2000年続くと考えられている。ヒンドゥー教徒は、カリユガの時代は人間の文明によって人々が神から遠ざけられ、霊的な堕落を引き起こしていると信じている。このため暗黒時代と呼ばれる。この時代にあっては人心は荒廃し、貧困、憎悪、狂気、悪疫等あらゆる害悪が蔓延する。ヒンドゥー教ではお牛を道徳の象徴とすることがある。最初の展開であるサティア・ユガにおいて、お牛は4本の足を持っているが、それぞれの時代で、道徳は4分の1ずつ減っていく。カリの時代は、最盛期に比べれば、もはや4分の1の道徳しかない。ヒンドゥー教におけるお牛の足が1本なのはこのためで、ある。カリユガは、牧師、悪霊、そして、悪魔カリと関連があり、女神であるカーリーと混同しないように注意されたい。サンスクリット語において、これらは関係のない言葉である。カリユガのカリとは対立、不和、争いを意味する。マハーバーラタにおけるマールカンデーヤの会話からカリユガのいくつかの特徴が確認できる。プラーナ文献の一つ、ブラフマバイバルタプラーナではバクティヨーガ行者が存在する10世紀について述べられている。カリユガの時代の伝統的な日付である。紀元前3102年2月18日から始まっている。刀を振り回すカリ。カリはカリユガの時代に頂点に君臨する悪魔であり、ビシュヌの10番目にして最後のアバターラであるカルキの宿敵である。プラーナ文献の一つ、ビシュヌプラーナによれば、カリはこの世界において悪の拡大家族と共に絶えず破壊の原因を作り出す。ビシュヌにとって負の権限である。またカリはカルキプラーナにおける敵対勢力でもある。このユガの終わりにカルキはカリとその勢力と戦うために白い春馬に乗って戻ってくると言われている。カルキによって世界中の悪が滅ぼされ、そして新しい時代、サティア・ユガが始まる。スワミスリ・ユクテスワギリはオーロビンド・ゴーシュらと同様に我々は今ドバーパラ・ユガの最中にあり、暦を計算した天文学者や占星術師は、クルボトラサンスクリット語学者による間違った注釈を踏まえてしまっていると主張している。その結果、彼らはカリユガの長さが43万2000年であり、西暦1894年の時点で開始から4991年が経過しており、あと42万7006年残っていると間違って主張しているとした。ユクテスワルはこのことを暗い見通しだ。そして幸運なことに、これは正しくないと宣言した。彼は天文学的な証拠からカリユガは2400年間続くと提唱し、原子力エネルギーや電力の導入こそが現在がドバーパラユガであることの裏付けであるとした。ありがとうございます。